アメリカのバイデン大統領は9日、半導体の国内での生産や開発などに527億ドル、日本円にしておよそ7兆1000億円を投じる法案に署名し、いわゆる半導体法が成立しました。半導体の国産化を加速し、中国に対抗する狙いです。 この半導体法はアメリカ国内に半導体の生産工場を建設する企業などに対して2027年までに390億ドルの補助金を出すほか投資を促進させるため25%の税額控除を導入しますインテルや台湾の TSMC、韓国のサムスン電子などが対象となる見通しですまた補助金を受ける企業は 先端半導体の事業を中国などで拡大することが禁止されます。